皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、エミです。ロサンゼルスからお届けしております。まずは皆さん、グッズ販売どうでしたでしょうか。皆さん自分の欲しいもの買えましたでしょうか。早速ね、モンゴルの風さんからご報告がございまして、エミさん買えましたよ、グッズ。20時のだいぶ前からスマホの前でお腹が痛くなるような緊張感とともに来たる時を待っていましたが、20時になってもストアがメンテナンス中の表示、しばらくしてメンテナンス状況により時間が前後することがありますといった表示が出ました。ここで出遅れてはいけないと、ずっとストアを開いたり閉じたり繰り返し、これは皆さんドキドキしたんじゃないですかね。結局20時6分ぐらいに販売開始されましてって、6分間も皆様ハラハラドキドキしてたんですね。スムーズにお目当ての商品を買い物カゴに入れ、そこから3分ほど待つと購入画面に行け、無事購入することができました。今20時20分ぐらいですが、今日販売の3アイテムとも各サイズまだ買える状態です。いつもグッズは争奪戦で戦々恐々としていますが、最近はみんなが買えるようにすごくたくさん用意してくれているんでしょうね。用事でこの時間にアクセスできない人もきっと今晩買えますね。ありがたいです。今見たら20時40分、スタジャンとフーリー2色ともの L、XL がソールドアウトになっていました。大きい方から売れているみたいですねってね、これわかんないですよね。過去にはね、S がね、最初に売り切れたってことが結構あったんですよね。なので、今回は S をすごくたくさん用意してくださっていたのかもしれないですね。それで大きいのが先に売り切れてるということなんですね。いや、ご報告ありがとうございました。そして、にゃおさん。エミさん、カーデさんグッズ着用動画かっこいい、どれも素敵なんだけどいっぱい考えて、フレッシュグリーンのフーディとバケットハット買いましたということでね、いいですね。そしてまるちゃん、エミさんありがとうございます。71歳でもほぼ毎日だいだり小なりもがいています。人様のために動けるだけ動いて、私らしく生き尽くしてやろうと思っています。頑張ります。スタジャン M サイズゲットしましたということでね、おめでとうございます。そしてね、皆様ぜひぜひこちらこうでしたお写真、顔は見せなくていいです。顔はぼかしますんでね、ぼかしてくださいって言われればぜひぜひ送ってくださいませ。見てみたいです。はい。そして TY さんから、今夜のグッズメンテ長くて20時8分カートに入れて、それからチェックアウト待って20時20分変えた、初めていろんな前準備シミュレーションした甲斐がありました。初めてなので頑張らないで8頭だけですが、来月はいろいろ買いたいです。手元に来るのが楽しみです。もっと実力あったらエミさんの分も買えるんでしょうが、どんくさくて申し訳ない。来月頑張って実力つけますということですけどね、そのお心だけでもめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。でも本当にね、買いやすくなってるみたいですね。前は本当にもう瞬間でもうソールドアウトになったってことも多々ありましたけれどもね。皆様どんなものを買いましたか、ぜひコメント欄で教えてください。そしてコーデ写真お待ちしております。でね、昨日はね、こちらの動画でもう風くんは天才じゃない、努力の人だということを熱く語っていた私ですけれども、すみこさん、風さんは努力の人、そのことに気づくエミさんも同じく努力の人ですねと言っていただきましたね。ありがとうございます。私努力の人なのかな。まあでもこの YouTuber は毎日もうどのぐらい続けてるの、3年ぐらい続けてるのかな、それはすごいですねって自分でも思いますけど、ありがとうございます。そしてチャムさん、自分のできることを自分で行う風さん、グッズの梱包や設営も手伝う係長、電子チケットの表示の方法を実際に見せて動画にしてくれた優しい人、大雪の中を雪かきするサバエのボランティアの方にわざわざ外に出てお礼を言う人、ライブの設営アルバイトのところに丁寧に頭を下げて挨拶に行く人、有名になって世界中で愛されても謙虚さは変わらない人って、本当にそうなんですよね。もうこうやって上げていくとキリがないですけれども、もう素晴らしいこの風くんのお人柄というのはね、風くんの今名言やってますけども、それにも本当に出ていて、昨日はねこちらの方をショートで、なぜかまた直感でこのメッセージを今
出さなきゃという思いになりましたね、アップさせていただいたんですけれども、視聴者様からね、風さんが諦めないから私も決して諦めない、実は今コロナ闘病中、この病気はきっつい、皆さんもどうぞどうぞ気をつけてくださいねというコメントをいただきまして、私もお祈りねさせていただいておりますけれども、そういえばですね、2,3 日前に視聴者様からね、今ちょっと弱気です、エミさんの大丈夫パワーをいただけると嬉しいですというメッセージをいただきまして、私ねもう祈ってますということでね、こちらあとこちらもね送ったらすごいパワーをもらいました、ありがとうございますというお返事をいただいたんですけどもね、いやでも私がこれを昨夜ね配信したのにもやっぱり意味があったのかなと思いましたね。そしてリコリコさん、このメッセージには助けられました、昨年母が旅立ち止まってしまった私の時間を優しく動かしてくれました、エミさんありがとうということでね。そしてののさん、これなんです、憎み合いの果てに何が生まれるの、私が先に忘れよう、ああ今日からどう生きていこう、この歌詞にやられました、カズさんをよく知らずにこの歌詞にやられ、この素敵な歌歌うのどんな人なんだろうと思ったのがきっかけでした、何より感動した瞬間でしたね、涙が出る、 Thank you ということでね。そして特に今ふさわしい企画を本当に感謝しています、私もたくさんの風さんの言葉に日々支えられています、簡単の悲惨な自然災害、このちっぽけな私に何ができるのだろうと心を痛めていたら、グレイスの何ができるかな、愛に従うならできないことなど何もないさという歌詞が熱く熱く心に届きました、岡山県上位ということでね、ありがとうございます。そして TY さん、エミさん仕事ありがとうございました、私の選んだ風くんのコメント、いつのものかはっきり分かってすっきりしました、グッズ買うのにバタバタしてほっとしてお風呂に入ってのぼせていたらずっとダイアリーが来てた、本当に忙しい、きっとエミさんが素敵に読み上げてくださると期待して甘えてざっと読む、もうグッズ販売でエネルギーが切れている私、エミさんよろしくお願いします、あ、大の字さんの宇治風福岡トークライブチケット予約しました、バレンタインデーの日です、そちらも楽しみです、踊れませんけどということですけどもね、そうなんですよね、このズッツダイアリー、モンゴルの風さんもね、ズッツ販売前の7時過ぎにズッツさんダイアリーが来てましたね、なんか販売のことで急な連絡かと思いきや内容はズッツさんとダッチ監督ののんびりした年末年始旅行についてでした、なぜこのタイミングでと思いましたが、私たちの緊張感をほぐしてくれたのかなということですがね、面白いタイミングだったようですがね、私実はまだ読んでいませんので、いつものごとく初見で読ませていただきたいと思います、2024年よろしくお願いします、マネージャー買わず、今年は新年早々大変な年明けとなりました、能登半島地震、被災された皆様の一日も早い復興を願っております、年が明けたので最近の近況報告をしたいと思いますが、風さんではなく私とです、すいません風さんは上京して初めて年越しをご家族と過ごしておりました、一方私12月24日山田健人さんから年末年始男旅しますかマジでという謎の LINE が届きました、山田監督、ダッチ監督からのお誘いだったんですね。へえ。確かに、11月29日のライブスタッフのお疲れ会の時、私、年越しどうすんの？山田さん、とりあえず今のところ、なんもないっすね。私、なんもなかったら、うち来なよ、という会話はありました。突然、山田健人とどこで年を越すか問題が発生。そして、ヘンレコスタッフ、それで導き出した答えは、宮島プランとしては、31日、宿でダラダラ、初日の出をどこかで見て、1日は、厳島神社で初詣、2日は、岡山駅、風ファミリーへ新年のご挨拶、帰宅というものでした。そうだったんですね。岡山へ行って、風くんのファミリーへご挨拶したんだ。
あのインド料理のカレー屋さんに行ったのが31日とあと3日にテイクアウトしたっておっしゃってましたよね。なるほどね、そんなスケジュールだったんですね。今年は初日の出を見るとめちゃめちゃ縁起が良いというワイドショーでのコメントを鵜呑みにしていた私、この旅の個人的メインは初日の出になっていましたって受ける。そういうのずっとさん信じるな。でも私も初日の出今年見たもんね、子供たちと一緒に。じゃあめちゃめちゃ縁起がいいかもしれませんねって、私もそういういいことは信じるタイプなんでね、はい。宿泊した宿がとても素晴らしく、どうやら露天風呂から初日の出が見れるらしい。すごい。職業柄下見ロケハンは必須。山田さんに至ってはいつもの撮影ロケハンのように太陽の昇る位置角度を携帯で確認していました。やっぱり職業病っていうかね、こういうのが出るんですね。すごいな。31日夕方、宿に着いて早々露天風呂の素晴らしい景色を確認。露天風呂が高い場所にあり、目の前が海、その先には島が見えていて、その山の上から朝日が昇る。良い。ここで初日の出を浴びようって最高じゃないですか。そして迎えた元旦の朝、初日の出時間の少し前、お風呂場に行くと、なんとこの日は男女のお風呂場が逆転。昨日の女湯が男湯になっていて、露天風呂の場所が昨日の高い場所から少し低い場所に変更になっていました。さらに空は曇っている。あのね、いやズッツさんのことだから絶対なんかオチがあるんじゃないかなと思ってましたよ。こういう流れかなと思ってましたよ、はい。どうしても初日の出を浴びたい私たち、山田さんと近くの山に登ることに、ということで、これがその写真なんですね。もうでも分かるよ分かるよこの感じ。私もね、やっぱり子供たちと一緒にね、もう初日の出をね見たいということで結構探し回ったりしますからね。そして無事に初日の出を浴びた私たちは宮島へ向かったのでしたって、間に合ったんですね。よかったですね。いや宮島はね、私も修学旅行で行ったり、あと夫とね2人で行ったこともありますけどもね、めっちゃいいところですよね。そして正月早々宮島で最高のバイブスを感じ、帰りに風さんファミリーへ新年のご挨拶を終え、家路に着いたのでした。そして2024年が始まりました。今年もたくさんよろしくお願いします。藤井風、2024年スケジュールの発表準備しておりますので、もう少々お待ちくださいということで、ちょっと待ち遠しいですね。これアメリカツアー入ってる気がするんですけど、どうでしょうか。おまけイケすぎてるぜモッティということで、これはねデザインをしてくださったモッティさんですよね。この日風さんが風邪をひいて撮影に来れなかったので、準備万端でスタンバイをしていた私、もちろん出番などございませんでしたということで、そうだったんですね。そして後日元気になった風さん、別日に一人撮影となりました。ということは、この前さマスクをして写ってたあれ風邪ひいてたのかな、やっぱり。どうなんでしょうね。でもね、モッティさんとかねズズさんともね一緒にね撮れなかったのちょっと残念でしたけれどね。ここだけでもちょっとね横に並べてみましたが、このスリーショット見たかったですけどね、はい。そして PS、 この度能登半島地震、先ほども書きましたが被災された皆様の一日も早い復興を願っております。そしてヘンレコチームとしても、この度の震災や世界中で起こる災害紛争に対して我々に何ができるのか、係長風さん含めチームで話し合いを行っております。すべての皆様が健やかに日々過ごせますようにということで、ね、そうなんですね。もうね、震災にね関してのことはね、主様からいろいろとね送っていただきましたけども、TY さんからも、これ結構前なんですけど、みさん今日も配信ありがとうございました。いつも皆様のコメントに感動したり共感したり、情報の速さに感心したりと、忙しい私です。いろいろな意味で本当に教えていただいているような気持ちになりますね。えみさんの声やお話の仕方やゆったり感にも癒されますし、何にせよありがたいです。
今日はこの東大の学生さんのお話を読んでまた新たに感動しました。ぜひエミさんにもお読みいただけたらと思いました、ということでね、こちらの記事を送っていただいたんですね。避難路を若い人に譲り、高齢者夫婦、 JAL への文句は一切ない。516便に乗っていた東大生が語る乗客とクルーへの感謝、当事者じゃない方の声が大きい、今後も JAL 便に乗りたい、ということでね、本当にねこれ感動の物語というかね、まあ実話ですけどね、こういう物語がねたくさんあるんですよね。本当にね、今もね被災している方もねたくさんいらっしゃいますしね、そういう方にもね寄り添える発信をねしていけたらいいなと思っております。そして皆様、ぜひぜひ風くんグッズコーデ写真ぜひ送ってください、ということでね、今日はこの辺にしたいと思います。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。 Have a beautiful day, everybody. エミでした。ではまた。